皆様こんにちは、北川景子です。私が演じる裁判官の柊木雫が実務課教員としてロースクールへ派遣されたことで物語が始まります。ロースクールのリアルな日常、教師と生徒たちの成長を描くリーガル青春群像劇です。テミスの教室、ぜひご覧ください。はじめまして、柊木雫です。ロースクールに派遣された裁判官が新風を巻き起こす。もういい。彼らのゴールは司法試験合格、それのみです。司法試験の対策に関係ない話は結構です。あんなつまらない授業、学生たちがかわいそうです。彼女が紡ぐ法律よりも大切な学び、すべての人生に響くリーガル青春群像劇。これはあなたの裁判よ。テミスの教室、1月9日スタート。